その気持ちで今打ったかもしれませんけどもね、もう今なんかもう完全なホームランボールですもんね。甘い球です。さあランナー走る、空振り、スライダーに空振り。バットにはボールは触るようになりますよね。あ、これもやはり今バット出そうになりましたけれど、これもやっぱり中途半端な中間で待ってるわけですね。ですから今は多分カーブのタイミングで待ってたんで、振り出したらボール低くなったんでやめたわけですよ。それで今のはいいわけですね。今のはだからカーブに合わせてですよね。ですからそれをうまく山倉君がその中間に合わせるように両方に合わせないように投げてるわけです今日は。この空振りはどう解釈しますか。もうあのこれだけカーブで打てないと、僕は彼自身はもうカーブに対して意地になっていると思ってますね。ですからタイミングは徐々にカーブに合わせつつあると思うんですよ。ああそうですか、はい、それはパリッシュにとって有利な待ち方になるわけですか。カーブに、まあ、その打たないともう気が済まないでしょうね。パリッシュは収まりがつかない、はい、もう意地になってるでしょうね、これだけ抑え込まれると、だからこれもしカーブかなんかでフォアボールだったら怒るでしょうね彼は。あ、むしろ怒りますか、喜ばないでしょうね、納得できませんもんね、まあ、さっきの岡田の話とちょっと関連しますけどね、ここではもうとにかくそのカーブを打ちのめしてやるんだという気持ちでしょうね。はい、パリッシュこの目つき、ワンスリーカーブ、あ、怒った、怒りましたね、はい、全くその通りですね。あ、なんか言ってますよこれ斉藤に、そういうもんなんですよね。あーはーはーはー、悔しいわけですよ。フォアボールで喜んでませんよね。そうですね、はい、さあ2アウト満塁です。で当たっている田尾、これですもんね、カーブなんだっていう感じですがね、怒ってますパリッシュ。